皆さん、おはようございます。ちゃんと起きれましたか？眠たくないですか？ここからは納豆ボーイズのお時間です。どんな納豆に出会うでしょう。納豆ネバネバ走って回せれば広がるフレーバーエンターテイナー学校開始へはもうすぐ行かなきゃ寝癖変な部屋ドライヤードライヤータレが先とか混ぜるの先とか今日は眠いからどっちだっていやいやパンハーの人であれば食パン焼きながら見てクレアスネーカー。どうも、俊介納豆です。どうも、龍也納豆です。ということですね。まあ僕ら本当に納豆が大好きでね、はい、毎日欠かさず食べてるんですけど、まあこんな納豆のスペシャリストの僕たちが、はい、今後この美味しい納豆をどんどん紹介していこうという、はい、話でございます。はい、なんで早朝ですか、早朝に僕らが納豆をお届けできたらいいなって、はい、毎日1種類ずつ、はい、はい、今日紹介する納豆はこちら、納豆工房仙台屋大粒。いやー、では早速開けていきましょう。いくよ。わあ、手作り納豆専門店納豆工房仙台屋、職人が作る味わい豊かな納豆、本物の納豆の美味しさを数多く揃えております。レッツネバネーバこれがやったら結構いい頃合いじゃないですか。そうですね。フィニッシュ、混ぜ混ぜ。納豆ボーイズはタレを後から入れることを推奨します。めんどくさい時は例外もあり。切りやすい。それでは早速いただきまーす。おいしい。ネバネバ。ネバ今日の納豆は食感よし、タレ辛め、粘り気弱めでした。ごちそうさまでした。そこまで普通の納豆と違いがあんまりわからなくて、4つ4パック入れてる。大粒と数かおはよう。ちゃんと起きれた？今日の納豆ボイスはどうだったかな。まあ一日大変だと思うけど、今日も一日頑張ろう。じゃあいくよ。納豆じゃんけんじゃんけんほい。チョキのあなたは刻みネギ乗っけちゃう。